お前が先手だ。よろしくお願いします。それではお相手の方、初段の方ですね。鬼殺し、鬼殺しで飛んでいきましょう。6二銀は早いしだ。そうですね、この桂6二銀型だとこの桂はなんとか生き残らせることができます。で多少強引ですが、もうここで両取りかけていきましょう。でこれも多少強引なんですが、もう角を切っていきたいと、角桂交換、角飛車交換、飛車角交換をしていきたいと思います。でお相手の方は角を無理やり受けてきたんですが、どうでしょう。これはもうですね、ここで交換すれば金得になりますね。かなり強引な攻めでしたが、結構うまくいきました。大優勢と言ってもいいんじゃないでしょうか。でこの銀も取りに行きますし、強者を拾ってもいいんですが、もうちょっと強引に行きましょう。でこの、2分30秒。あ、これは受け切られてしまいますね。もうこれはそうですね、攻め駒も十分あるんで、もう飛車は切っていきましょう。でお相手の方どうするかなんですが、今ちょっと詰みがあったかもしれないですね。詰みを逃しちゃったかもしれないです。まあただ2分、この状態でももう小勝と言ってもいい状況なん で、この銀はほぼ受けになってないですね。桂馬で上からプレッシャーをかけて、この飛車はもう無視ですね。5三馬として、でどこに逃げても、そうですね、強者で逃げれば金1までですね。なんとか勝てました。ありがとうございました。